この空間は主様の香りがし。クエストを攻略するとアイテムが手に入るんだって。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。いよいよ大会最終日ね。今日まで本当によく頑張りました。これまで積み重ねてきた努力は裏切らないわ。自分の力を信じてちょうだい。そうそう、コーチの厳しい特訓だって乗り越えてきたんだもん。ちょっとやそっとじゃ負けないよ。あとは実力を発揮するだけよ。胸を張って精一杯グラウンドでプレーしてちょうだいね。君たちが元気 200% で頑張れるようにスタンドから大声で応援するのだ。私がついてるから思いっきりプレーしてね。さあ夢を叶えましょう。あなたたちなら絶対に全国大会の切符を手に入れられるわ。ビーチベースボール部のみんなは元気ないい子たちね。
先生もみんなの夢を応援する。you
あ、ありがとう、教えてくれて。俺は凍結されたかと思ったんだよね。日頃暴言吐きまくってるから。いや、暴言吐きまくってるから、教えてくれ。あれ、あ、多発してんだ。なんでなんだろう、お盆だからかな。あ、バエラーか、ありがとう、教えてくれて。うん、じゃあ今日はもう、ゲーム、違う、ゲームシフトしよう。パーツ1もあるわ、いざとなったら。ただ、6人部屋からやらなきゃいけない。ありがとう、教えてくれて。いやー、よかった。あ、ほっとした。あ、みんなもなのね。だったらいいわ。俺個人だけピンポイントで狙われたのかと思って。だったら変更中荒らしてる奴らどうにかしてと思ってたけど、よかったよかった。じゃあこれで、よかった。もうこれ人狼、パーツ 3D 引退の危機だったけど、まだできるんだったら、あ、うん、サーバーのあれだったら、待つしかないでしょうね。夜だからが、しかも。で、いつも以上に人が増えて、負担が増したのかもしれない。ありがとう。まだやってないゲームやろ。うん。受け取ることが今、サーツワンやに行こうかな。やってもいい。6人部屋からやらなきゃいけないけど、その代わり。ちょっとこれダークナイツって、終わっ、ダークナイツやったっけ？いつやったっけ？日頃のミッションをこなして、レベルをちょっとずつ上げたい。イベントのレベル90のボスを倒せない。3回が4回かかっちゃう。どうしてもそれが。ああ、よかったよかった。発してただけなのね。それさえ分かったらもう、そうじゃなかったらもう、引退危機だったわ。アカウント凍結でも食らってんのかと思って、一瞬驚いてたけど。謎が解けたぜ。主様、旅の準備を整えて、より充実した冒険をいたしましょう。
の男性のタイプ？た、私も頑張るね。私に任せて。みんな
人の私ミラーミラー、今から遊ぼうよ。サンタムホール英霊の顔をして見せる。クラウン、ここで月だらけ。止まって、やめて。私の本気を見せてあげる。リターレントスプラット。そこで、もっともっともっと私に任せて。みんなを癒して。報酬がもらえますよ。チェックしてみてください。ギルド管理、お疲れ様です。ギルド管理強化、お疲れ様です。ギルド管理協会です。討伐証をお持ちでしたら報酬交換できますよ。食べ物は誰？主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。食べ物は男性のタイプ？食べ物を粗末にしない人です。
見直しましょう。私だって頑張っ。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。男性のタイプ？主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。
主様。お腹空きませんか？よかったら私と一緒にご飯でも食べに行きません？